サンブレイクの看板モンスター、メルゼナノボールで発動するスキル決起。今回はこの決起について、詳しく解説していくぜ。ふう、やっとクリアできたわ。随分時間かかったみたいだな。そうなのよ。途中、回復薬がなくなっちゃって、キャンプに補充しに行ったりもしたのよね。どうにかならないかしら。まずはモンスターの動きを覚えるところからだな。そうすれば被弾は減るはずだぜ。それもそうだけど、限界はあるわ。ああ、攻撃してたら勝手に回復するスキルってあったりしないかしら。あるぜ。え、あるの？決起というスキルを使えば、モンスターを攻撃しているだけで、体力が回復していくんだ。この前福間共鳴の話をしてくれた時に、ちょろっとだけ出てきたやつね。ぜひ知りたいわ。詳しい話を聞かせてくれないかしら？いいぜ。じゃあ今回は、決起というスキルについて掘り下げていこうか。どれだけ強いスキルなのか楽しみだわ。まずは決起の効果から説明しよう。決起はメルゼナの防具についているスキルで、破壊済みの部位を攻撃すると、与えたダメージに応じて体力が回復する、というものだ。攻撃した時に出てくる数字が大きいほど、回復量も多くなるのね。その通りだぜ。このスキルはレベルが3まであり、レベル1だとダメージの 3%、レベル2だと 6%、レベル3だと 10% 回復するようになっている。回復量は一撃あたりのダメージで判定されるから、武器種によって回復量が違ってくるぜ。一撃が重い体験とかハンマーは一度にたくさん回復できて、手数型の双剣とかは細かい回復を積み重ねる感じかしら？大体そんなところだな。ちなみにこの攻撃すると回復するという効果は、OG の極限強化生命力やワールドシリーズの回復カスタムなど、前例がいくつかある。じゃあ、OG やワールドを経験してる人にとっては馴染み深いスキルなのね。そうだな。他にもフロンティアに登場した吸血スキルのイメージも取り入れていると思うぜ。あっちは攻撃力アップ効果もあったりしたが、おおむね効果は同じようなものだ。だからフロンティア経験者にとっても、馴染みがあるんじゃないかと思う。メルゼナも吸血するモンスターだし、参考にしてそうね。でも待って。このスキルは、破壊した部位だけにしか効果がないのよね。しかも、与えたダメージによっても回復量が変わるみたいだし、弱点を正確に狙う腕がないとうまく効果を活かしきれないんじゃないの？私はちょっと自信がないわ。霊夢の考えはおおむね正しい。決起の効果を最大限活かすのであれば、弱点を狙うのが一番だ。だが、別に弱点じゃなくても破壊している部位なら、どこでも回復は可能だぜ。だから、大きくて狙いやすい部位や耐久値が低く壊しやすい部位を、一箇所でもいいから破壊しておくと、十分に恩恵を得られるぞ。なるほど。それなら弱点を狙い続けなくてもどうにかなりそうね。それで、決起を発動させるにはどうしたらいいの？さっきも説明したが、決起はメルゼナの防具についているスキルだ。装飾品や護石もないから、メルゼナ防具を装備することが唯一の発動手段だ。専用スキルってわけね。なんか、かっこいい響きだわ。さて、効果についてはこんなところだな。次は決起と各武器種の相性について話していくぜ。ここからは、決起と相性のいい武器、悪い武器について紹介するぜ。まずは、決起とのシナジーが特に強力な武器種を3つ紹介しよう。1つ目はスラッシュアックスだ。なんでスラッシュアックスなの？スラッシュアックスには、ゼロ距離解放突きという技がある。これはモンスターの体にスラッシュアックスの刃を突き刺し、そのまま属性解放突きを繰り出すという技だ。スラッシュアックスを代表するような技よね。それで、これが決起とどう関わってくるのかしら？この技のデメリットは、張り付いている間もモンスターの攻撃によって、ダメージを受けてしまうところにあるんだ。だが、決起を発動させた状態で V 破壊済みの V にゼロ距離解放突きを放つと、大ダメージを与えながら体力を回復させることができる。つまり、ゼロ距離解放突き中に受けるダメージを打ち消すことができるんだぜ。それは便利ね。心置きなく連発できるじゃない。それどころか、ハンターの火力とモンスターの攻撃力によっては、回復量が上回ることもあるんだぜ。まさに吸血鬼って感じね。ちなみに、一つ前のマスターランク作品であるアイスボーンでは、攻撃を無視してひたすらゼロ距離解放突きを連発する、パンパンゼミという戦法が流行った。夏に増えそうな名前ね。これはあのミラボレアスを手っ取り早く倒す方法として使われたほど強力な戦法なんだが、決起があればサンブレイクでもこれを再現できるんだぜ。最強の戦法が復活したってわけね。これは使うしかないわ。決起と相性がいい武器、二つ目は体験だ。体験はスラークのように、決起と極端に相性がいいアクションを持っているわけじゃない。だが、武器種としての特性がかなり噛み合っているんだ。どういうところが噛み合っているの？まずは一撃の重さだ。体験は一撃で大ダメージを与えられるから、その分回復量も多い。本当に回復量がすごいわね。それに、弱点を狙いやすいところも相性がいいポイントだ。リーチが長く一撃離脱も得意な武器だから、積極的に弱点を狙っても、安全に立ち回ることが可能なんだ。
弱点って部位破壊できることが多いし、ダメージと回復を両立できるのね。飲み込みが早いじゃないか、霊夢。それに、弱点部位にため切りをうまく当てることができたら、一気に体力を全回復させることも可能なんだぜ。これを狙ってできたら、本当に回復薬いらずになりそうだわ。血気と相性がいい武器、三つ目はハンマーだ。理由は体験とほぼほぼ同じだな。そういえば、ハンマーも一撃重視の効果力武器よね。そうだな。加えて、ハンマーの場合は打撃武器という特性上、頭を頻繁に狙うことになる。頭部は多くのモンスターの弱点だし、部位破壊できることも多い。スタンを狙っていけば、自然と血気が発動する条件が揃うのね。そういうことだぜ。普段と同じ立ち回りをするだけで血気の恩恵を受けられるということからも、相性の良さを実感できると思う。確かにそうね。それで、次は相性が悪い武器種が気になるんだけど。よし、じゃあ相性が悪い武器種を紹介しよう。まずは、片手剣と双剣だ。体剣とは違って、リーチが短く単発火力が低いから、部位破壊の難易度が高いんだ。確かに、尻尾を切るのが大変な武器って印象があるわね。片手剣や双剣は、足のように硬くはないが弱点でもない微妙な肉質の部位を、攻撃することが多々ある。そしてそういう部位は、部位破壊ができないことが多いんだ。そういえば、足が部位破壊できるモンスターって少ないわよね。弱点に張り付き続けることができればいいんだけど、そんなことができるのは、上級者だけって感じがするわ。そうだな。それに一撃のダメージが少ないということは、回復量も少なくなるということだ。十分な回復効果を得ようと思ったら、結局弱点に張り付き続けないといけない。そういう意味でも相性はあまり良くないと言えるだろうな。使用者を選ぶって感じなのね。他にも、片手剣や双剣ほどではないんだが、ライトボウガンやヘビーボウガンとの相性も微妙だな。どうしてかしら？ボウガンは遠距離武器なこともあって、部位破壊は楽なんだ。だが、肝心の回復量が心もとないんだよな。ボウガンって、一撃は重たくないけど手数は多いわよね。火力は高いイメージなんだけど。血気には、効果が発動すると一瞬だけクールタイムが発生する仕様があるんだ。だから、ボウガンの主力となっている貫通弾や散弾のように一瞬で多弾ヒットする弾だと、総ヒット数のうち一部にしか回復が発生しなくなってしまって、十分な回復量にならないんだよな。当たる回数が多くても、血気が発動する回数が少ないってことなのね。それにガンナーは剣士に比べて被ダメージが大きくなる関係上、被弾すると一撃で瀕死状態まで持っていかれることが多い。そんな状況で、悠長に血気で回復していたら、キャンプ送りにされるリスクが跳ね上がってしまう。アイテムで回復した方が、安全に早く回復できるものね。そういうことだ。だが、血気を使う利点ももちろんあるぞ。何かしら？ガンナーは被ダメージが大きいからこそ、常に体力を最大でキープしておきたいんだ。小型モンスターに小突かれた時や、ヘビーのシールドでガードした時など、ちょっとした体力の減少が、命取りになってしまうことが多々ある。だが、血気があればその程度のダメージを簡単に回復でき、結果として生存率を上げることにつながるわけだ。相性があまり良くないと言っても、全く意味がないわけではないのね。ちなみにだが、ガンランスのフルバレットファイアも思ったほど回復しない。こちらも多段ヒットだから、仕方がないんだけどな。多段ヒットと血気の相性が悪い。ってことは覚えておいた方が良さそうね。さて、武器種と血気との相性はこんな感じかな。次は相性のいいスキルを紹介していくぜ。ここからは、別スキルとのシナジーについて紹介していくぞ。血気と特に相性のいいスキルはいくつかあるんだが、その中にもいろいろ種類があってな。血気を使いやすくするスキル、血気によって使いやすくなるスキル、血気の効果を上げてくれるスキルの3パターンがある。霊夢はどれから聞きたい？血気を使いやすくしてくれるやつからお願いするわ。よし来た。血気を使いやすくしてくれるスキルは2つあるぜ。1つ目は破壊王だ。破壊王って確か、部位破壊しやすくなるスキルだったわよね。そうだな。血気は部位破壊がトリガーだから、相性抜群のスキルってわけだ。しかも、血気が発動するパーツには、必ず破壊王がついているんだ。開発サイドとしても、セットで使ってほしいと思ってるのね。二つ目のスキルは何かしら？二つ目は弱点特攻だ。弱点に攻撃した時の回心率を上げてくれる、サンブレイクの代表的な火力スキルだな。体験の話をした時にちょっと触れたが、弱点は破壊可能になっていることが多いんだ。弱点へのダメージを増やして、早く部位破壊をしてしまおうってことね。そういうことだぜ。それに回心でダメージが上がれば、それだけ回復量も多くなるしな。一石二鳥だわ。さて、次は血気によって使いやすくなるスキルを紹介しようか。一つ目はこの前も話した、福間共鳴だ。ラスボス防具についてる、体力と引き換えに強くなるスキルよね。よく覚えてるじゃないか。
この二つを同時に発動させると、腹魔共鳴で減った体力を血気で回復できるようになる。デメリットを打ち消しつつ、メリットだけを受け取れるようにできるのよね。そういうことだぜ。この戦法については、腹魔共鳴の動画で詳しく解説してるから、よかったらそっちも確認してくれよな。露骨な宣伝ね。それで、他にも使いやすいスキルってあるのかしら？他にはフルチャージとも相性がいいな。体力が満タンの時に、攻撃力が上がるスキルだ。攻撃しながら回復できるから、すぐ体力が満タンになるのね。血気とフルチャージの組み合わせが最も生きてくるのは、おそらくボウガンだろうな。さっきも体力を満タンに保つのに便利って言ってたものね。そうだな。それに、そもそもガンナーは安全に立ち回りやすいからフルチャージとの親和性も高いんだ。血気でそれを補強するというイメージだな。まさに、使いやすくなるスキルってわけね。最後は血気の効果を上げてくれるスキルについて話すぜ。これはわかりやすいと思うが、体力回復量アップだ。まあ、なんとなく予想はついていたわ。レベル3まで上げた時は、回復量を3割増しにしてくれるんだ。これは血気の回復効果にも乗るから、両方をレベル3にして使うとかなりの回復量になるぜ。でも、ちょっと待ってちょうだい。さっきのマリサの話だと、血気をレベル1からレベル2にした時、回復量が倍になってるわ。体力回復量アップをつけるよりも、血気のレベルを上げた方がいいんじゃないかしら？まあ、実際そうなんだよな。だから、体力回復量アップは血気レベル3の回復量をさらに増やしたい時に使うといいぜ。よく被弾する、私みたいな人におすすめってことね。血気と相性のいいスキルはこんなところだな。最後に、血気を使う時の注意点も説明しておくぜ。ここまで紹介してきた通り、血気はかなり便利なスキルだ。だが、落とし穴もあるんだぜ。何かしら？どんなモンスターにもそれなりに通用しそうな印象だけど。まず、部位破壊が難しいモンスターには不向きだ。破壊できる部位が狙いづらかったり硬かったりするモンスター。例えば将軍ギザミ、大名ザザミ、ラージャン、大名槌とかだな。確かにそのあたりのモンスターは部位破壊しにくいわね。血気は部位破壊しないと意味がないから、こういうモンスター相手だと、ほとんど恩恵を受けることができないんだ。相手を選ぶスキルというわけね。同じ理由で、怪異化モンスターにもあまり向いていないぜ。怪異化モンスター、って、何だったかしら？ラスボス討伐後、主人を失ったキュリアに寄生されて暴走したモンスターたちのことだな。彼らは体力や攻撃力、そして部位の耐久値がものすごく高くなっているんだ。部位破壊して血気の回復効果が使えるようになるのに時間がかかりすぎる、ってことかしら？そうだな。それから、怪異化モンスターには怪異核というシステムがある。怪異核？怪異化モンスターの部位にランダムで発生する赤い塊だ。破壊するとモンスターに大ダメージを与えられる上に、怪異鈍化を誘発させることもできるんだ。怪異鈍化？簡単に言うと、モンスターを疲労状態にできるって感じだな。モンスターの動きが鈍くなるから、一気に攻めるチャンスになるってわけだ。それなら積極的に狙っていきたいわね。あ、わかったわ。怪異核のできる場所がランダムってことは、狙う場所もいろいろ変えなきゃいけないのね。その通りだぜ。だから特定の部位を集中して狙う戦い方とは、相性があまり良くないんだ。同じ部位を攻撃し続けたい血気との相性が悪いのも納得ね。それに怪異化モンスターの攻撃を受けると豪傑やられになる。この状態だとモンスターにダメージを与えることで体力が回復するから、そもそも血気はあまり必要ないというのもあるけどな。いろんな意味で噛み合っていないのね。血気の注意点はこんなところだな。いろいろ話したが、血気が便利なスキルであることには変わりない。回復手段に困っているなら一度は試してみてほしいスキルだぜ。血気についての情報はこんなところだぜ。便利なスキルだけど、使い方を知っていないと進化を発揮できないスキルなのね。それと言い忘れていたが、モンスターリストには部位破壊できる場所が載っているから、あらかじめ確認しておくといいぜ。そうね。事前知識は大事だわ。汎用性の高いスキルだからこそ、使える場面を正しく理解して効果的に使っていきたいよな。血気のことがよくわかった人は高評価をお願いね。他にもサンブレイクのいろんなネタを紹介していくから、チャンネル登録よろしくな。血気のうまい使い方を考えた人がいたら、コメントで私に教えてね。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。